ネソニー。はい、本日はこちらパナソニックの DMR-EX250V ということで、今回ねもうかなりラッキーかなと思いまして、今回紹介したいなと思います。いやー、あれうさ、ハードオフで、ありえない値段のジャンクを見つけたということで、倒れそうになったぐらい良かったんで紹介していきたいなと思います。今回は三重に遠征ということで、まあ、3年ぶりになるんですけど、三重だけに絞って遠征の方行ってました。この他にも、たくさん良さげなジャンクがあったので、まあ、今回買ったやつもですね、めちゃめちゃいいんですけど、あんまりねこう目立たない存在になってしまったというか、まあ、嬉しくて嬉しくて、まあ、デッキを手に取り、叫んでいたということで叫んでいったっていうのはちょっと大げさなんですけど、まあ、手に取ってですね、はぁーとか、うわーとか、まあ、そんな感じでですね、喜んでいたっていう商品になります。で、慌てず、落ち着いて、競歩でレジへということで、もうね、誰かにやっぱりぶつかると良くないですし、もう真剣に、慎重に、こちらの方ですね、競歩で、持って帰ってきました。で、ですね、まあ、治れば、お得なデッキなので、今から興奮ということですね。はい。今からこれが治るのかどうか見ていきたいなと思いますが、まあこちらの方ですね、まあいつものごとく、治るのか、治らないのかはさっぱり不明ということで、まあそんな動画の、チェック修理をやっていきたいなと思います。こちら DVD の、複合デッキになります。レッツゴー！キヒキヒキヒ。こちらの方が今回購入したデッキになります。で、実はこれ、投げ売り商品になっていたということですね。これ、550円なんですよね。で、こちらの方が DV、ハードなしか。で、本体のみということで、まあ、店頭で、まあ、軽く調べたんですが、電源の方が入らなかったという代物になっていて、まあ、おそらく電源の部分って言ったらやっぱコンデンサーかなと思うんですけど、まあ、そこを直してやれば、これこちらの方はですね、まあ、DVD はそれで復旧するんじゃないかなと思っていて、まあ、ハードはですね、AV コマンド対応のハードを取り付けたら動き出すんじゃないかなと思ってまして、ちょっとその辺をですね、確認していきたいなと思います。くっ！一旦ですね、こちらの方は汚れ取りツヤの付けで、綺麗にしてから、今回ですね、修理に挑もうかなと思います。豪快に、こちらの方は、いい状態ではないんですけど、こう、目につくところはですね、本当に傷がなくて、いい感じなんですよ。VHS。これも全然壊れてないんで、うん。こういうところは全然傷もなくて、綺麗な感じですね。うん、多分ここもね、開くと思うんですけど、大丈夫だと思いますね。まあ、ただですね、この辺。残念なのはこの辺。これはですね、なんか、ボンドかなんかが上からついてて、取れますね。うん。この黄ばんだ感じ。この、黄色いなんか、シミみたいなやつは取れますね。で、ちょっと傷があって、まあ、最大の傷はこれですね。猫がこう、引っかいたような感じ。で、横も、これもですね、セロテープを取れば、まあ、そこそこ綺麗になる感じがしますね。まあ、こちらの方も、そんなに汚れとかもない。あ、へこみがちょっとありますね、ここ。これ。へこみと、ここ、ちょっと、すり減り？若干のすり減りあるか。まあ、そんな感じですね。で、こちらのネジを見る限りは、修理痕としては、修理した形跡は、ないと思うんですけどね。はい、こちらの方は、機能的には VHS と、DVD で、ハードですね。が内蔵された、デッキになってます。で、こちら開けると、入力端子、っていうのがあって、で、まあチャンネル切り替えとか、電源のボタンがこんな感じで突き出てますね。珍しい。珍しい感じですね。で、表示パネルがあって、まあこちら SD カードとか、BCASで、DV 入力。で、ハード DVD のその切り替えとか。まあ、これ一発、録画
っていうんですかね、これ VHS ハードの録画とか DVD ハードの録画とか、まあその一発録画ができるようになってるボタンか、ダイレクトボタンみたいな、まあそんな感じになってると。まあ前面パネルはこんな感じで、特に再生とかはもう再生ボタンとかもこれしかないんですよね。だからこれで全部再生とかはできちゃう可能性ありますね。うん。で、リモコンは今回ちょっとついてないので、ちょっと別の、リモコンを使っていきたいなと思います。まあ、ちょっとこちらの方があるので、これでどうか見ていきます。で、裏の方はどんな感じかと。こんな感じで、DVD レコーダーですよね。で、電源とテレビの地上デジタルですね。と。で、HDMI のこの出力端子。これがついてるのがありがたいですよね。で、電話回線とか、で、G-Link。で、こちらの方が、DVD 有線出力っていう風になってて、まあ、RCA と、こちら、S 端子、D 端子。で、音声出力。まあ、これは DVD 専用になってると。で、DVD、VHS 共用としては RCA の出力が、まあ、1系統。で、入力が1系統あると。あ、こちらの方は2006年製。地デジに切り替わったのが2011年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、そう考えたら地デジの対応もしていたということですよね。早い段階から。で、この HDMI は、こちらの方はですね、ありがたいことに、DVD 専用とか書いてないので、おそらく VHS も DVD もハードも全部これで出力できちゃうんじゃないかなと思っていて、まあそう考えるとありがたいですよね。DVD 専用とかこういう風になってなくて、全部この一本でいけるっていうのが非常にメリットかなと思います。日本製。日本語で書かれた日本製ですね。くぅ。いやー、2006年で日本製か。まあまあ、それなりに力の入った、デコーダーだったんじゃないかなと思いますね。裏も綺麗ですよね。そこそこね。一旦ちょっと症状確認しておきたいなと思います。で、まず電源をつなぎまして、こちらの方が時計表示しないといけないんですよ。ただ、もう何にも出てこない。何にも映ってないですよね。っていう感じなんですけど、何も映ってないっていう状況ですね。これ今もう電源刺さってるんですけど、全くですね。はい。これリモコン電池も入ってますし、使えるはずなんですけど、全く反応なしという形です。横。1箇所、2箇所。両サイド2箇所。開けていきます。1箇所、2箇所、3箇所ですね。開けていきます。開閉の儀を、していきたいなと思います。開閉の儀。開けていきます。余裕これ。虫もおらへん。おし。くっ。なんか黄ばみがありますが、これ多分ファンの絡みで、ここに汚れがついてるんですよね、きっとね。で、こんな感じになっていると。で、ここが、メカ部分。メカも、そうですね、割れとかなくて、で、この辺もピンチローラーも、全然生きてそうやな。で、この、配線外したとか、まあ、そういった、分解途中でやめた、みたいな、そんな感じのことはないですね。くぅ第一段階 OK。ちょっと清掃はする必要あるんですけど。まあ、これがね、まあ、ハード取り外し済みと、いうことで、ちょっとこれ痛いところなんですけど、うわ汚っ、これめっちゃ汚い。何これはぁあこれ、やば。これ、皆さんわかりますかねこれ。拭いてる。拭いてるやつが、あ、これあかん、絶対。まず1個、あかん。で、2個、これもあかん、これもあかん。で、これもあかん。
目視できるやつはで行くと 1,2,3,4 つ、うん、ダメですね。あー、ここもあるわ。これもや、こんだけコンデンサーがやっぱり膨らむと、それは電源上がらなくなりますよね。そんな感じで、まあ、一旦悲惨なコンデンサーになっていると。で、こちらが DVD ですよね。DVD の装置になっています。で、ここが、電源ボードで、まあ、先ほども説明しましたが。で、あとここファン。大きなファンが2つついてて、ここはちょっとね、綺麗に取り外して洗う必要がありますね。で、この辺のコネクター周りですよね。ちょっとまず外して、で、基板のネジ、1箇所、2箇所、外していきます。で、多分それだけでは無理で、後ろのパネルも取らないといけないんですよね。うん。これでガチャガチャ鳴り出したんで、あとは後ろですよね。後ろのネジを外していきます。来た。これうわ、ちょっとこれ清掃していきます。かなり汚い。よし。でこちらですね、取れる感じになりました。ではい、こんな感じでだいぶ綺麗になりましたね。うん。はい。こちらの方ですね。ちょっと外していこうかなと思います。で、おそらくここにね、ネジがあると思うんですよね。これを外しといて。お、取れた。これを取ると取れる？外れへんかな。あ、取れる取れる取れた。ああ、何やこれ。やばいやばい。なんかバネが、私の嫌いなバネがこうなんのか。あ、ここでバネの役割をして、このファンがですね、こうぶつからないようになんか工夫されてるんですかね、これ。ちょっとこれを置いといて、一旦これ、清掃していきますね。はい。今ですね、ゴシゴシ洗ってきました。こんな感じで、ちょっとこの大きいやつは、ちゃんと取れたんですけど、結局全部これ、水洗いしてしまいました。まあ、ちょっと一旦乾かす必要があるので、まあ、これはちょっと乾かすと。で、こちらの方はもう取れないんで、もうそのまま丸洗いしました。まあ、こちらの方もですね、十分乾かして、ちょっと使っていこうかなと思いますんで、一旦置いときます。ディーガの別の機種なんですけど、これの部品を取ってみました。こちらの方に、1500マイクロファラットの、16ボルトっていうこのコンデンサーが、これはなんとか生きてそうなんで、ちょっとこちらの方を一回つけてみようかなと考えてます。交換するのは、1、2、3、4つ。で、5つ。で、1つは1500マイクロファラット。で、もう1つは680マイクロファラット。で、もう1つは、356マイクロファラットか。これちょっと中途半端なんですよね。ちょっと取っていきたいと思います。はい、取れました。680マイクロファラット。412マイクロファラット。うん。だからだいぶ容量が減ってますね。くっ。こちらの方を680マイクロファラットに変えていきます。はい、16ボルト、これを取り付けていきます。もうこれも見ときましょうか。新品ですよこれ。くっ。はい。それでもなんか少ないな。いいんかな。680やけど640とかになってますね。まあちょっと誤差もあるのかもしれないし、まあ、これぐらいの誤差やったら許されるってことですよね、きっとね。
マイナスとプラスの曲線を間違えないようにしないといけないです。こんな感じで全部マイナスの方にこういう印があるんですよね。これこんな感じでね、だから一応曲線は分かるようになってます。これ170、容量めっちゃ減ってますね。これがですね噂の1500マイクロフラット。これどうやろうな、これもちょっと測っていきます。容量が全然ない。これ1500マイクロフラットなんですけど、わけわからない数字になってますね。よっしゃ取れましたよ。はい、これも、じゃあちょっとこれも測っていきます。これはひどい、全く容量が出ない。これはあかん。はい、こちらの方はですねもう完全に、傷んでる1500マイクロファラットでした。なのでちょっとこれに1500マイクロファラット取り付けていきます。で今回取り付けるのは1500マイクロファラットがないのでこちらですね、こちらをちょっと流用していきます。でこの2つですね、これも使えるかどうか微妙なんですけど、はい、こちらの方取れましたよ。これはどうかな。あ、はい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 、1400出てますね。くっ、これはなんとかいけそう。これいける。まあまあそこそこ1400いくら出てますんで、ちょっとこのこれとあともう一個やな、 35V68mF、 69mF ありますね。よし、これを取り付けていきます。よし、これでとりあえず完成。これでちょっと戻していって電源がつくかですね、見ていきたいなと思います。あ、ここにちょっと浮く感じか。はい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 、こんな感じで OK。 よし、これで取り付けていきます。一個はこうやな、さっきバネを取り付けて、こんな感じでバネを取り付けまして、ではめると。でこれではめて、でどっか落ちた。ありました、こんなところに飛んでました。いやー、これ精密機器はやっぱどっか飛んでいきますよね。待て、いやもうこれすぐ飛んでいくんですよね。これもうほんまに困るわこれ。まあちょっと飛ばないように工夫しながらやらんとダメですねこれ。よっしゃ、はい、とりあえず取り付きましたよ。じゃあはめていきます。はい、電源の基板ですね、ちょっとこれを固定していきます。あ、これ抜けてましたね。これも必要ですね。よいしょ、じゃあこれで電源オン。お、来た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 。で煙は出てない？お！
F99 なんやこれ。 F99 なんかエラー出ましたね。でも電源上がる。 F99 ってなんや。あれかな、ハードがないとかそんなんかな。あー F99 で上がらない、そういうことか。はい、ですね、調べるとですね、この F99 っていうのはハードディスクの、まあ、転送エラーということみたいなんで、ちょっと急遽こちらハードディスクを用意しました。一旦こいつを使ってやっていきたいなと思います。だから古いタイプの、接続方式になっていて IDE 接続になるので、ちょっとそれを今回接続してみてどうか見ていきます。おお、来た来た、はいはいはい。で電源、よっしゃ、今ハードディスク繋いだので転送エラーが出ないかどうか。プリーズウェイト。あ、F99 出る。あかん言ってますね。だからハードディスクの転送エラーで問題が起きとると。はい、ちょっとですね、もう少し深掘りしてみようと思って、この電源基板の下ですよね。ここにも基板があるので、ちょっとそれも見ていきたいと思います。ね、メイン基板がおかしいんじゃないか、みたいな、そんなちょっと書き込みがありまして、ちょっともう太刀打ちできないなって思ってる最中なんですけど、まあ、一応ですね、見とこうかなと思います。こんな感じで、後のコンデンサーは微妙に分かりづらいやつばっかりやな。この下はですね、本当に分からないですね。もう無数にコンデンサーがあるんで、ちょっとこちらの方は追うのは厳しいかなっていうところですよね。でここにもですね、コンデンサーありますね。これもちょっと開けていこうか。あ、取れた。こんな感じでコンデンサーが無数にありますね。これはでもさすがに調べんのきついですね。まあハードのエラーだとしたら、こっちの基板から来る情報のやり取りがうまくいかないっていうことかなと思うんですけど、ここはもうこのコンデンサーばっかりなんで、ちょっとですね、追うことはこれ以上できないなっていう感じがしました。いやー、これとりあえず電源上がるようにはなったんですけど、 F99 っていうところがちょっと解決できないままなんですが一旦ですね、まあここで一旦諦めようかなと思います。またちょっと進展があり次第ですね、やるかもしれないんですけど、なかなかきついエラーで、メイン基板の可能性があるみたいなことが書かれてたので、まあ、ハードディスクの問題であればいいんですけど、ちょっとそれがそうではなさそうな感じがするので、ちょっと今回はこれ以上深掘りするのはやめにしたいなと思います。まあ、ということで今回はまあこんな感じで中途半端になってしまいましたが、終わりにしたいなと思います。治ると思ったのに、もう一台からもうコンデンサー抜いて持ってきたから、もう一台も潰れたし、いやー残念。ちょっとこちらの方ですね、また何かあれば追ってやっていきたいなと思います。本日の、動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。また、何かですね、気づきがありましたら、コメントガンガンいただければ、ありがたいなと思います。ペネソニック。ゲー、ゲー、ゲー、ゲー。